皆さん、こんにち、イカワ、トルドーです。今日、こうして皆様のお時間をいただいている理由は一つです。私が愛してやまない隣人。チイカワを広く深く皆さんに知ってもらうためです。彼らの生き方は尊敬に値するものです。チイカワ、8割、ウサギ、みなよく働き、よく食べ、よく眠ります。小さな幸せを共有し、笑顔になる。 賢明でどこか哀愁のある彼らには人情を強く感じる場面もあります彼らの暮らしはまさに目から鱗でしたそれはカナダ国民の理想的な生活と言えるからですごくたまに具体的には3日に1回ぐらいでしょうか世界観がダークソウルとサイレントヒーローとしたダークファンタジーになるのも目が離せない要因でしょうそういう社会のスパイスが生活に彩りをもたらすのです 地域化の世界は国家の模範として最適です。独自の財政システム。討伐という名の徴兵制。それ以外にも、危害の対策、常に誰かを思いやる国民性。これまでのカナダをより強固なものにできるアイディアであふれています。これからのカナダのあるべき姿は地位化なのです。国家の長として、全国民地位化化による社会保障制度の見直し。 モモンガの保護法案草むしり検定やスーパーアルバイター制度の導入、パジャマ以外の衣服着用の禁止、特定人物以外、意味のある言語の発生禁止を、今日ここでお約束しましょう。これは大きな一歩です。これからのカナダは世界でも類を見ない優れた国家になることは間違いありません。チーカーを読めばそれが理解できます。多くの国民の賛同の声と、称賛の拍手が、 カナダのカエデをより美しく輝かせることでしょう。明日からの毎日がより美しくなることを皆様の愛する人、家族、友人に誓ってお約束しましょう。